41式機砲は大日本帝国陸軍が1911年に正式制定した機兵部隊用の軽量野砲である。機兵部隊の速い進軍速度に合わせて38式野砲の万英速度を高めるため、これを軽量化した砲である。明治41年に大阪砲兵交渉に開発が冷達されたことから41式として制定された。 38式ホーとの差は主に方針部分であり、約2口径分の方針を短縮し、方針肉厚も若干薄くし、また、半自動水平斜線ブロックを手動の段階倉式鎖器にすることで、38式ホーより約4 0ラムの軽量化に成功した。審査の結果、1911年に正式制定された。しかし、 閉鎖機は軽量化のしすぎで強度が不足しており、正式制定後も数字にわたる変更が加えられ、最終的には38式野砲との重量差は 20kg 程度にまで詰まってしまった。結局のところ、発射速度がやや遅く、射程が若干短いという欠点が目立ってしまい、成功策とはみなされなかった。とはいえ、後継機法の開発に失敗したこともあり、 各騎兵旅団の騎兵隊内式騎兵連隊は昭和10年代に各々の解散するまで本法を使用し続けており中津区最後の乗馬騎兵旅団であった騎兵第四旅団の騎兵第四連隊は1945年の終戦時に中国軍に武装解除されるまで本法を装備していたありがとうございます